どうです？学校はもう慣れました？いやいや、日々あらゆることが新鮮で、慣れるどころではござらぬよ。カラスマ、先輩、頑張れ、ファイト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お主は？先輩、これ読んでください。おお、今の1年の雛形さんだぜ。雛形殿、有名な御仁でござるか？ああ、有名だとも。次回ミス横ではイカルガさんの対抗と言われるほどの注目の女子だ。あ、なんと伊吹殿と。そう、なぜこいつばかりに祝福を。神め、そのような方から果たし状をいただけるとは、剣士として光栄でござる。はあ、ずっと先輩のことが大大大大大好きでした。ラブ、よかったら今度の日曜日、ひなとデートしてくれませんか？10時に浅見川駅のオブジェのとこで待ってます。黒の月ひな形ゆい。間違いない、これはデートの申し込みだわ。うん、デートでござるか。拙者未熟ゆえ、そのような果たし合いはまだしたことがござらん。デートは果たし合いじゃありません。というと？デートというのは、その男女が仲良くなるために。お、読みなさい。うんうん、なるほど。デートとは男女の合い引きのことでござるか。あのような可愛らしい胸ごと合い引きとは。拙者とてもどうすればよいのでござるのか。なぜでござる。拙者はただ助言を。熱いね。なんでこいつばかりが。ジーザス、もう何よあの態度、与一さんたら。荒れてんね、伊吹。まったく、剣士が聞いて呆れるわ。デレデレしちゃって情けない。デートの男女が勝手に来ればいいのよ。さ、初めてで勝手が分からず、つい。よいさん。私とデートしましょう。今のままの与一さんじゃ、何をやらかすか分かったものじゃないでしょ。浮葉神風流の看板に傷をつけては大変です。だから
私と予行演習しましょう。いぶきと、いぶきちゃん、イカルガさん。困ったな。どんな服着てこうかしら。こんなの？こっちの方がいいかな。普通すぎる。って、私ってば何真剣に選んでるの？これはただの予行演習。しかも相手は与一さんよ。さすが。モデルがいいと何着ても映えるっすね。ち、違うよ。くわごめん。帰ってたの？うっす。カンカン。いぶきお姉ちゃんお出かけするの？別に。ただのお買い物よ。いぶきお姉ちゃん。相変わらず壮大な眺めでござるな。下山したばかりの頃を思い出す。そういえば与一さんがこっちに来てからろくに案内もしてなかったっけ。与一さん、どこか行ってみたいところとか。拙者浮き者神風に烏丸与一と申す。武者修行中の身なればどなたからの挑戦も受ける所存。腕に覚えのある方がおればぜひ。すみません、お騒がせしました。伊吹殿、この服窮屈で動きづらいでござる。何やら気も引き締まらぬし。ダメ、道着姿に木刀だからあんな風になるんです。それにほら、割と似合ってますよ。どうしました？やはり大きいの。あ、与一さん見て見て、これかわいい。ほら、最近ちょっと流行ってるんですって。あー、かわいい。あー、こっちの色もかわいいな。与一さんはどっちがいいですか？意外でござるな、伊吹殿にそのような一面があるとは。次行きましょうか。やだもん、私ったら子供っぽいって思われたかしら。ん？じゃーん！そうかな。ああ、いいじゃん。似合う似合う。あやめちゃん足細いもんね。スカート似合っていいな。そうか？これで胸が大きかったらね。おっ